テクノロジー、テクノロジーとは基本的に特定の分野における知識の実用化とされたり、科学的知識を個別領域における実際的目的のために工学的に応用する方法論とされる用語概念である。そこから派生してテクノロジーは科学的知識を用いて開発された機械類や道具類を指すこともある。またエンジニアリングや 応用科学を扱う知識の一部門ともされる。組織的手法、技術といったより広いテーマを指すこともある。定義と用法。テクノロジーテクノロジーという表現は17世紀初期に登場した表現であり、語源はギリシア語のテクノロージアであり、テクネテクネーイコール技、技工ということ、ロージアイコール論、学という意味の設備字を組み合わせた語である。 人類のテクノロジーは、まずは、自然界にあるものを素朴な道具にすることから始まった。戦死時代、人類は、自然に発生したのの火災や森林火災などで火と遭遇したであろうが、その火を扱う方法を発見した。火の周囲は、夜でも明るいという経験的知識を用いて、火を明かり、照明として用いて、月の出ていない真っ暗い闇の夜にも、 周囲のものを見ることができるようになった。また日は暑いということを利用し、採集などによって得た食材を加熱し、美味しく食べる人が現れたであろう。近現大人なら知っているわけだが加熱によって、殺菌もできているので、結果として安全に栄養を取れるようになったであろう。食の安全の確保。ガラス質を豊富に含む石と石がたまたまぶつかり、割れたら鋭い断面ができ。 その断面が当たったものがたまたま切れたという経験をすればそれが知識となり今度はその経験値を用いて意図的に石と石をぶつけて割ることで石器を作りナイフとして使うようになったであろうその石器のナイフで意図的に捕らえたり仕留めた動物の肉を切り分けるのに使うようにもなるまた木の枝の先にその石器のナイフを植物の鶴などを用いて縛り付ける という妙案を思いつく人が現れ、その人がそれを用いて、動物を少し離れた位置から傷つけたりし留めるための道具、イコールその後に人類が槍と呼ぶことになる道具として使えば、それを見た人がそれを模倣し広まっていったであろう。槍は動物を狩るためだけでなく、他の人を傷つけるために悪用されたかもしれない。石器はし留めた動物の皮を肉からきれいに分離する。 皮を剥ぐためにも使え、やがて、動物の皮は、きれいに剥げば、そして皮などで、よく洗浄すれば、身にまとい体を温かくほつめの道具、イコール後に、衣服と呼ばれる類のものとして使えることに気づく人も、現れたであろう。植物関連では、自然界に生えている植物の茎などを縦と横に、組み合わせることで、まずは、素朴な、カゴの原型のようなものを作れることに気づき、 織の始まり、さらに植物の茎などを意図的に細かく縦に割いたり、あるいは植物が腐敗してその繊維質が残っているものを拾い上げると紐や糸となり、それらを縦横に組み合わせると茎をそのまま縦横に組み合わせた籠状のものよりもしなやかなもの、後に人類が織物や布を呼ぶことになるものを作れることに気づくといった具合である。歴史。 テクノロジーは人間や人間の社会に様々な形で影響を与える。良い影響も悪い影響も与える。良いとされる影響としては、例えばテクノロジーは一方で経済発展に貢献するが多方経済格差や不平等を生み出す。テクノロジーによって自由な時間が増える人々がいる一方で、むしろ逆に奴隷のように支配され時間を奪われる人々も出てくる。 テクノロジーは一方で天然資源を人間のためになるように利用する方法を提供する場合もあるが他方で限られた天然資源を消費、浪費し地球とその環境に損害を与え環境問題、公害も引き起こす。印刷機、電話、インターネットなどのテクノロジーは人と人のコミュニケーションに役立っているので一方で良い影響を及ぼしているが他方それらは悪用もされ 低俗なものを撒き散らしたり、人を言語で攻撃する結果を生んだり、詐欺などの犯罪にも用いられ、人々を苦しめる結果も生んでいる。石、石器のナイフ、木の太い枝、梱包などといった比較的素朴な道具の段階でも、すでに人を幸福にするためにも使われることもあれば、逆に人を傷つけて苦しめるためにも使われた。資料最終社会では、道具の制作に関して、 高度な分業はなかったので、各人は、どの制作にも関わる代わりに、どれも素朴な手作業止まりで、作ると言っても小型の槍や弓ばかりが作られていた、ことが考古学や人類学の研究で明らかにされており、槍、弓矢などは、小型のものばかりで、あくまで小型の動物を得るために使われ、たとえ、それらが人に向けられて悪用される場合があったとしても、被害は小さく、程度は、 知れていた。だが、農業、これもテクノロジーの一つに挙げられることがあるが、始まり人類の食料の入手量が増え、小集団ごとに、食物、穀物の備蓄量に、露骨な差が生まれ、社会の上下格差が生まれ、うまく食料備蓄ができた集団では、食料調達にばかりに時間を割かなくて済む人も一部で、現れ、つまり、人類の社会で分業が進み始め、社会の中に、 農業先住の人も生まれたが、他方、槍や弓矢ばかりを作る人、一種の専門家も現れ、農業社会の槍、弓矢などの専門家がそれらを大型化、高威力化させるようになったと人類学は明らかにしている。資料採集社会は、ありのままの自然の恵みをほぼそのまま受け取り、様々な土地を渡り歩いては暮らす生活スタイルで、 特定の土地への過度な執着はなかったが、その後に登場した農業社会、農業を営む集団は、土地を自力で開拓する、労力と時間を特定の土地に対して、一種の先行投資をしてしまうのでので、その土地、自力で開拓した農地を離れるわけにはいかず、そこを死守しようとする結果を生み、一方で農地を守ろうとする人々がいれば、他方で、 他人が耕し植物がすでに育っている農地を力ずくで奪ってしまえば自分の得になると考える乱暴な人々も生み出し、槍や弓が人々の農地をめぐる戦いのための道具、戦争の道具、殺し合いの道具として用いられるようになり、農業社会になったことで槍や弓が動物の狩りの道具としてよりむしろ戦争の道具として使われる割合の方が増えた。 と人類学は明らかにしている。その後火薬、銃なども登場し、さらに核兵器へと、その破壊力を増す。方向、大量殺戮の道具を生み出す方向でテクノロジーは、歩んできた歴史があり、結果として、無数の加害者と、無数の悲惨な被害者を生んできた。テクノロジーは社会における価値観にも影響を与え、新たなテクノロジーは、 新たな倫理的問題を生じさせる。テクノロジーは人間性を向上させる結果を生むのか、逆に人間性を低下させる結果を生み人間を苦しめてしまうものなのか、議論は尽きない。また、効率という概念は、本来、機械に適用されるものだったが、人間の効率性、生産性をも意味するようになってきた。テクノロジーのもたらす、害悪、危険について、 様々な議論が行われている。古くはネオラッタイトやアナキズムなどの運動は哲学的に現代社会におけるテクノロジーの普遍性を批判、それが環境を破壊し人々を阻害するイコール人間を支配し人間の本質を失わせるとしたし、それ以降も様々な人々からもしばしば批判されており、現在でも現実的な視点から全世界で 半原子力運動は行われている。一方、トランスヒューマニズムなどの支持者は、テクノロジーの継続的進歩が、社会や人間性にとって有益だと主張る。アインシュタインは、科学技術の進歩というのは、病的犯罪者の手の中にある斧のようなものだと述べた。ところで、最近までテクノロジーの開発は人類のみが行える、ことだと信じられていたが、 他の霊長類や一部のイルカが単純な道具を作り、次の世代へとその知識を伝えていることが最近、研究で分かってきた。メリアム・ウェブスターの辞書には、特定の分野における知識の実用化であり、知識の実用化によってもたらされる能力と、定義されている。アーシュラ・フランクリンは1989年の講演、リアル・ワールド・オブ・テクノロジーにおいて、テクノロジーの新たな定義として、関連。 我々が物事を行うやり方としている。哲学者、ベルナール・スティングレールは、技術と時間一エピメテウスの過ちの中でテクノロジーを、生物以外の手段による生物の追跡及び、組織化された、無償物質と定義している。そのようなものとして、テクノロジーの出現によって歴史における、存在外面化の瞬間が物語られる。これらの言葉における、 テクノロジーの意味を系統立てて説明する際に、スティングレールは、アンドレル・ロワイ・コール・グーランや、ジルベール・シモンドンの著作に基づいている。人にとってこのことは、可能性として親から、道具の使い方を学ぶということだけさすけではなく、概して過去は、物体や遺跡に記されるのだということも意味した。テクノロジーは、もともと、実用的な目的のために知識を応用すること、その方法論。 そのための体系的な手法などだが、テクノロジーはそれによって作り出された機械や道具も指す。この場合、テクノロジーは実世界の問題を解決するための機械や道具を指すことになる。具体的には、簡単なものでは、バールや木製スプーンのような単純な道具から、複雑なものでは、宇宙ステーションや加速器のような複雑な機械までも指すことになる。なお、 テクノロジーという表現で指される道具や機械は物質的なものだけとは限らない。コンピュータソフトウェアやビジネス手法といったものもこの意味でのテクノロジーの一種である。オックスフォードディクショナリーの説明にあるようにテクノロジーという用語はエンジニアリングや応用科学に関する知識部門も指す。別の言い方をすれば技術や技工の集合を指すということにもなろう。この場合、 テクノロジーとは人類の持つ様々な知識のうちで特に資源を組み合わせて望みのものを作る方法、問題解決法、必要性を満たす方法などといった知識を指し、技法、技能、技術、製造法、そしてそれによって作り出された道具、原料など間も,も指すことがあるわけである。英語ではメディカルテクノロジー、スペーステクノロジーなどと、 他の単語と組み合わせて使うことがあるが、この場合はその分野の知識やツール全般を指。なお、先端テクノロジーはハイテクを意味する。テクノロジーは文化を生み出す活動、あるいは文化を変化させる活動と見ることもできる。最近の例としては、コミュニケーションテクノロジーの進歩によって、人々の間の障壁が弱まり、インターネットとコンピュータの発展の結果として新たな、 サブカルチャーである、サイバールチャーが生まれた。ただし、すべてのテクノロジーが明確な形で文化を発展させるわけではない。テクノロジーは、銃や兵器などの道具の形で、政治的弾圧や戦争を容易にしてしまうことある。科学、工学、テクノロジーの区別は明確ではない。科学は現象を理性的に調査研究し、科学的方法などの定式化された技法を使って、 持続性のある原理を発見しようとする。テクノロジーは、公用、ユーザビリティ、安全性といった面も考慮する必要があるため、単なる科学の応用ではない。工学は、自然現象を人間に役立つ形で利用して、道具やシステムを設計することを目的としており、科学の成果や技法を使うことも多い。実用的成果を達成するテクノロジーの開発には、科学、工学、 数学、言語、歴史など様々な分野の知識を必要とする。テクノロジーは科学と工学の成果とよく言われるが、逆に人間の活動としてのテクノロジーがその二つの分野に先行して存在するとも言える。科学は既存の道具や知識を使い、例えば電気で遠導体における電子の流れを研究する。そうして新たに得られた知識を工学に応用して、新たな道具や、 機械、例えば半導体部品やコンピュータの進んだテクノロジーの形態を生み出す。そういう意味で科学者や工学者を合わせて科学技術者とも言う。科学とテクノロジーの正確な関係は20世紀後半の科学者、歴史学者、政治家の議論の的にもなった。その背景には研究資金を基礎科学と応用科学にどう分配するかという問題がある。 第二次世界大戦中のアメリカ合衆国では、テクノロジーと応用科学は、同義とみなされ、基礎科学への資金投入は、それなりの期間を経て、テクノロジー的成果につながると考えられている。このような見方は、バネバー・ブッシュが、戦後の科学政策について書いた論文サイエンス、ザ・エンドレス・フロンティアに明確に示されている。しかし、1960年代後半になると、この見方は、 直接的打撃を受ける。この問題は今も議論が続いているが、テクノロジーが科学研究の成果であるという単純なモデルには反対の立場のアナリスが多い。初期の人類による道具の使用は部分的には発見の歴史であり、部分的には進化の歴史である。初期の人類はすでに二足歩行していたエンジンの一種から進化したものであり、現代の人間に比べると、 脳の容量は3分の1だった。初期の人類の長い歴史上、道具の使用にはほとんど変化がなかったが、約5万年前に行動の複雑化と道具の使用が組み合わさり、現代的な意味での言語が生まれたと考古学者の多くが考えている。約20万年前のホモ・サピエンスの誕生以前から、人類の祖先は石器などの道具を使っていた。最も古い製法の石器は、 オルドワン石器と呼ばれ、約230万年前に遡ると言われている。そのような石器の痕跡で最も古いものは、エチオピアの大地交代で見つかったもので、約250万年前に遡る。このような石器を使用していた時代を旧石器時代と呼び、農耕が始まる1万2000年前までの長い期間を指している。石器の製法は、 角石などの剥げ落ちやすい性質のある硬い石の石角を石槌で打って作った。これにより、白片にも石角にも鋭い縁ができ、主に歴器または、さっきといった形の道具として用した。当時の人類は狩猟採集生活を送っており、獲物を吐殺したり、木を切ったり、好みを割ったり、動物の毛皮を剥いたり、 骨焼きといったもっと柔らかい素材から道具を作るとった用途に適した石器が作られた。最初期の石器は非常に素朴なもので自然に割れた石と大差なかった。約165万年前頃から石器を特定の形にするようになり、悪斧などが生まれた。約30万年前に始まった中期、旧石器時代には典型的な形状の石角から 様々な形状の石器を作る技法が確立し、一つの石角から複数の石人を短時間のうちに製造できるようになった。約4万年前に始まった後期旧石器時代には大圧剥離という技法が生まれ、木や骨や鹿の角を押し当てて微細な石片を形成するようになった。様々な用途がある単純なエネルギー源としての火の 発見と利用は人類のテクノロジーの発展にとってターニングポイントであった。いつ発見したのかは定かではない。人類の揺りかごで動物の骨を焼いた痕跡が見つかっていることから100万年前より古くから火を日常的に使うようになっていたと言われている。学会ではホモエレクトスが50万年前から40万年前に火を制御できるようになったというのが定説である。 燃料には木や炭を使い、食料に熱を通すことで消化を良くし、栄養価を高め、食べられるものの種類も増えた。その他の旧石器時代のテクノロジーの進歩としては、被服と住居がある。どちらも正確な年代は不明だが、人間性の進化にとっては重要である。旧石器時代の進展とともに、住居も徐々に進化していった。38万年前頃から、 人類は一時的な木製の小屋を建てるようになった。被覆としては、獲物の動物から灰だけ側を使うことで、より寒冷な地域にも進出が可能になった。人類は二十万年前頃からアフリカ以外の地域への移住を開始し、ユーラシア大陸などに広まっていった。人類のテクノロジーは、新石器時代と呼ばれる時代から急激に進化し始めた。 葉の部分を磨いた石符の発明により森林を大規模に切り開くことができるようになり農場を作ることができるようになった。農耕によりより多数の人口を養えるようになり定住生活が広まっていった。定住していなかった頃には子供を運ぶ必要があることから子供を連続で産むことができなかったが定住することで子供を同時に育てることが可能になった。さらに 子供は狩猟採集生活をしていた頃よりも幼い頃から労働が可能となり収穫口の増加に寄与した。人口の増加と労働力の増加により仕事の専門家が始まった。メソポタミアのウルクのような都市が発生したきっかけやシュメールのような文明が生まれたきっかけは定かではない。しかし社会階層が増え仕事が分化していき隣接する文化との交易や戦争が起き、 地水などの問題に対処するために団結が必要になったなど様々な要因があると言われている。テクノロジーの進展により、炉や不意語が生まれ、天然金属、自然界に純度の高い状態で存在する金属の精錬や炭造が可能となった。最初に使われたのは金、銀、銅、鉛である。銅器はそれまでの石や骨や、 木製の道具よりも優れていることは明らかで、銅は新石器時代の当初、紀元前8000年頃から使われ始めた。自然銅は自然界には少ないが、銅鉱石は多く存在し、その一部は木や炭で起こした火で熱することで容易に金属を取り出すことができる。そのようにして金属を扱っているうちに、青銅や真鍮などの合金を発見することになった、紀元前4000年頃。 鋼などの鉄合金が使われるようになるのは紀元前1400年頃から出る。同じ頃人類は新たな形態のエネルギーの利用法を学びつつあった。風の力はまず船の保で利用され始めた。記録に残っている世界初の帆船は紀元前3200年頃のエジプトのものである。戦死時代からエジプト人は毎年洪水を起こす。 ナイル川の力を利用しており、灌外水路を築いて溢れた水を盆地に導くことで、灌外用水をかたする方法を学んでいった。同様に、メソポタミアのシュメール人も、チグリス川とユーフラテス川について、同様の利用方法を学んでいった。しかし、水力や風力をさらに有効利用するには、もう一つの発明が必要だった。考古学者によれば、車輪の発明は、 紀元前4000年頃とされている。車輪はおそらくメソポタミアで発明されたと言われている。時期は紀元前5500年から3000年まで様々な説があるが紀元前4000年頃とする専門家が多い。車輪を使った荷車が描かれた人工物として最も古いものは紀元前3000年頃のものでや。しかしそのような絵が描かれる1000年前から車輪を使った 輸送手段が存在していただろうと言われている。また、同時代にろくろとして、車輪を使っていた証拠も残っている。なお、元々のろくろは車輪を使ったものではなく、地面に突き立てた棒の上に真ん中にくぼみか穴のある、平らな板を乗せただけのものだった。近年、スロベニアのリブリナの湿地で、世界最古の木製の車輪が発見された。車輪の発明は、輸送、戦争、 投稿、最初の車輪の用途と言われているといった様々な活動に革命をもたらした。車輪を使った荷車は重いものを運ぶのに使われ、ろくろは陶器の大量生産を可能にした。さらに、車輪は風車や水車といった新たなエネルギー変換手段を生み出し、人力以外の動力の応用という革命をもたらした。道具には単純な機械、テコ、ネジ、 滑車などと、より複雑な機械、時計、エンジン、発電機、電動機、コンピュータ、宇宙ステーションなどの両方を含む。道具が複雑になると、それをサポートするのに必要な知識も複雑になる。現代の複雑な機械には、継続的に増大し洗練されていく、技術マニュアル群が必要であり、設計者、制作者、保守者、 利用者には専用の訓練が必要とされることが多い。さらに、そのような道具は非常に複雑であるため、技術的知識に基づくより、小さな道具、プロセス、それ自体が複雑な道具であるプラクティスの包括的基盤が、そのような道具をサポートする形で存在している。それは例えば、工学であり、医療であり、計算機科学である。複雑な製造や、 建設の技法と組織はそのような道具の構築に必要となる。産業全体がより複雑な道具を次々に開発しサポートしていくために発展してきた。テクノロジーと社会は強く相互に依存している。この創造的関係は人類の黎明期に単純な道具を発明した時に始まり今日も続いていると言われている。テクノロジーは歴史上社会のざまな面。 すなわち、経済、価値観、倫理観、学会、集団、環境、政府などに影響し、影響されてきた。テクノロジーは、自然破壊や環境破壊を引き起こすことがある。第二次世界大戦中に開発された、原子爆弾は、その威力が通常兵器と比べて極端に大きく、人間を無差別かつ大量に殺戮する、大量破壊兵器である。 冷戦時代にも西側、東側の両陣営は大量の核兵器を保有し、米国やソ連の原子の判断次第でボタン一つを押させ核戦争が勃発すれば、結果として人類がほぼ全滅すると専門家らが予想するほどの状態にまでなった。原子力発電所では安全性を確保しきることができず原子力事故を何度も引き起こした。放射線により、 人々の生命を奪ったり、放射性物質を拡散させてしまい遠方の人々の健康にまで悪影をもたらすことになった。テクニスザム、技術主義あるいは技術崇拝とは、人類はいつの日か全ての問題を解き明かし、テクノロジーを使って未来を制御できるようになるなどとする主張や考え方のことである。テクノロジーの進歩が社会や 人間性にとって有益だという楽観的な過程をするものとしてトランスヒューマニズムや技術的特異点信奉者がいる。このようなイデオロギーではテクノロジーの進歩は道徳的にも肯定される。逆に批判的なものはこれらを科学万能主義やテクノユートピア主義の例とし彼らが望む人間強化や技術的特異点に懸念を表明している。 テクノロジー楽観主義者の例として、カール・マルクスが挙げられることもある。逆にテクノロジーが進歩した社会には、本質的に問題があるという悲観的見方をする、ものとして、ヘルベルト・マルクーゼやジョン・ザーザンがいる。彼らは、そのような社会が、技術的であるために、結果的に自由や、精神的健全さを犠牲にするだろうと示唆した。哲学者、マルティン・ハイデッガーも、 テクノロジーに対して真剣な懸念を持っていた。ハイデッカーはザクエスチョンカンサーニングテクノロジーの中で従って我々が単にテクノロジーを生み出し発展させる限りテクノロジーの本質との関係を我々が経験することはなく我慢することも回避することもない。我々はあらゆる場所でテクノロジーにつながれ自由を奪われている。それは 我々がテクノロジーを熱望するか拒否するかとは無関係であると書いている。ハイデガーの技術論としばしば比較されるのがフランスのプロテスタント思想家ジャック・エリュールの技術社会論である。技術の自律性を主題とするエリュールの技術社会論は技術決定論の典型としばしばみなされ、現代社会を抜け道のない鉄の折りとして誤って描き出したとして批判されてきた。 テクノロジーへの最も痛烈な批判としては、今ではディストピア文学の古典とされている、オレダス、ハクスリーの素晴らしい新世界、アンソニー・バージェスの時計仕掛けのオレジ、ジョージ・オーウェルの1984年などがある。また、ゲーテのファウストでは、ファウスト博士が悪魔に魂を売って物理世界を超越した力を得るが、これはテクノロジーによる 工業化の進展の比喩と解釈されることがある。1980から90年代の反テクノロジー的論文の一つとして、セオドア・カジンスキー、ユナ・ボマーのインダストリアル・ソサイティ・アンド・イッツ・フューチャーを挙げることも可能であろう。彼の起こした爆破事件をやめさせるため、この論文が複数の主要な新聞に掲載され、後には本にも収録された。カジンスキーは、 エルールの技術社会批判から少なからぬ影響を受けた、言われている。核兵器の開発、保有、使用がもたらす、危険性は、世界中で、危惧されている。現在、核兵器全般に、包括的核実験禁止条約、核不拡散条約などで規制されている。核廃絶を求める人々は多い。また、原子力技術の領域では十分な安全性を確保。 しきれていない状態であるという事実を踏まえて、ヨーロッパではドイツなどで原子力発電のテクノロジーには反対する人々が多い。ドイツでは原子力発電所の全廃を実施、ベルギーでも議会ですでに全廃法案を可決し、その実施が進んでいる。こうした運動を反原子力運動とも言う。最近の議論として、コンピューター、通信、 バイオテクノロジーなどの急速な進展とは裏腹に、エネルギーや宇宙開発などの技術は長期間停滞しており、それが経済に影響しているという説もある。20世紀にはジャック・エリュールラにより適正技術という考え方が出てきた。これは例えば文明が及んでいない壁地では、修理が困難な最先端のテクノロジーを持ち込むのは不適切だとする考え方である。 エコビレッジの考え方もこれに関連して生まれた。初歩的なテクノロジーは人類以外の動物でも見られる。例えばチンパンジーなどの霊長類やイルカ、カラスなどである。テクノロジーをより広い意味で捉え、能動的に環境を調整し制御しようとする動物の行動も含めると、ビーバーの作るガムやミツバチの巣なども含まれる。従来、道具を作って利用する能力は、 人族に固有のものと考えられていた。しかし、チンパンジーなどの霊長類が道具を作る例が見つかり、テクノロジーは人類固有のものではない子が明らかとなった。例えば、野生のチンパンジーが道具を使って食料を探す様子が研究者によって観察されている。西アフリカのチンパンジーは石をハンマーと金床のように使って木のを割っており、ブラジルのオマキザルも 同様の行動を見せる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。